エルトエカッソは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、ポルデノーネ県にある、人口約400人の基礎自治体である、ポルデノーネ県の西北部、バイオントダニに位置する。ベルユーノから北東へ約2 0トル県とポルデノーネから北北西へ約4 1トル州とトリエステから北西へ約1 2 9トルの距離にある、 フリウリ・ベネツやジュリア州の最西端であり、コムーネ西側の山々は、ベネト州との境界となっている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。BL は、ベッルーの県所属。バイオントダニを形成するバイオント川は、狭い峡谷を経て、西のピアーベ川に注いでおり、この峡谷をせき止めて、バイオントダムが作られていた。バイオント湖は、ダム湖の名残である。 谷は標高2000メートルを超える鉱山に囲まれており、東西に走る国道 SS251 が東にサントズバルド峠を越えてチモラアイス、西にピアーベ川沿いのロンガローネ島を結んでいる。エルトエカッソのコムーネはその名の通り、東部にあるエルトと西部にあるカッソという二つの分離集落からなる。二つの地区の中心集落はいずれもバイオント川の北側にあり、 村の役場はエルトに置かれている。エルトとカッソでは使われる言葉にも違いがあり、東のエルトではラディン語の方言が、西のカッソではベルーノと同じベネト語の方言が話されていた。エルトは現地エルトの方言ではナートと呼ばれていた。カッソは現地のカッソ方言ではキャスと呼ばれるが、エルトの方言ではシースなどの名で呼ばれ、古くは チーアスなどとも記録された。エルトにはローマ時代から人が暮らすようになったのが文書で確認でき、8世紀にはセスとあるレーゲナの領域に含まれた。カッソの集落ができたのはそれよりも新しく、11世紀のことである。1950年代までこの地の産業は伝統的な農業とささやかな交易によって成り立っていた。1950年代の終わり、 アドリア電力会社が、滑走の集落のもとに、巨大ダムを建設し、バイオントダニを貯水地とする事業を行った。1960年、世界最大の高さを持つバイオントダムが竣工した。しかし、ダムの完成後しばしば地滑りが発生した。1963年10月9日、集落の対岸にある特区山が大規模な地滑りを起こし、ダム湖に発生した津波が、 周辺の町や村を襲った。これにより、コムーネのダム湖南岸にあったピネダ、プラダ、北岸にあったスペッセ、サンマルティーノなどといった集落が破壊され、中心集落であるエルトとカッソの一部も打撃を受けた。バイオントダム災害は全体で2000人以上の犠牲が出たが、エルトへカッソのコムーネは347人の犠牲者を出した。災害発生後3日以内に、 この村の人々は安全のために避難をし、バイオントダニは3年間無人の谷となった。この間、一部の村人はマニアーゴに定住した。バイオントダニの人々が移り住んだ。この地区は1971年にバイオントという独立のコムーネになった。残る人々は避難から3年後、村への立ち入りが禁止されていたにもかかわらず帰還し、 エルトとカッソの集落を復興した。1976年には国家モニュメントとして指定された。近年は E コミューツよびホーンとカンティンタディビータを隊エコツーリズムの拠点となっている。ジロでイタリア2013ではバイオントダムの事故から50周年を記念し、第11ステージのゴールにエルトエカッソを翌日の第12ステージのスタートにロンガローネを組み込んだ。 広域行政組織である山岳部共同体、フリウーリー西部山岳部共同体に属する。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所によれば、2001年時点での居住地区別の人口は以下の通り。ありがとうございます。